こんにちはです。今回もバザー実況やっていきましょう。今回はですね、マジック・ザ・ギャザリングコラボ、もうこすりにこすっていくんですけど、今回は、もうめちゃめちゃ話題になってた、先行情報からもうめっちゃ話題になってた、スクイ使っていこうかなと思います。こいつがですね、もう覚醒を見ただけで強いのが一目でわかるんだけど、まず毒耐性と雲耐性を素で持っていると、で、地味にチーム HP 強化を持っていながら、超覚醒で暗闇をつけれると、こいつにね、ガンダムエピオン武器、をつけることによって、もうマシンタイプに、もうなりつつ、お邪魔、雲じゃねえや、シール、もうつけれるってことで、こいつ一体でね、もう全体制をね、完全に封殺できるわけですよ。しかも、こいつの偉いところが、これね、スキルが、回復が半減するとはいえど、ターン5でね、これ消すライドの分、バインド、覚醒無効も回復できると、もうこいつにね、回復できないことはないみたいなね、もうそういう状況になってます。まあ、ロック解除とね、暗闇の、銃じゃないんだけどもね。ないんだけども、もう、それはいらないよね。もうめちゃめちゃ強い。こいつがね、もうサブでめちゃめちゃ、もう最強サブって話題になってたんで、リーダーで使っていこうかなと思います。こいつのリーダースキルがですね、怪しげな当事者、非属性の HP が4倍、6コンボ以上で23倍、火の6コンボ以上で1コンボ加算、固定1ダメージっていうね。もうこれ1コンボ加算もうこれある意味あんのかなみたいな。もうそんな感じなんで、これね、ちょっと盤面を76にしながら、相性のいいキャラクターいるかなと思ったら、こいつがいたんですよ。ハイビスカスからのこいつね。ロザにもこれ強化がね、されるの決まってるんですけど、今強化前だね。強化前なんだけど、まあ、強えかみたいな。そんな感覚でね、適当に使っていこうかなと思います。こいつですね。で、パーティーがこんな感じです。ルフィに、なんかドフラミンゴ。で、エースにドフラミンゴ。もうこいつは二人ともね、ドフラミンゴになってもらってます。で、こいつが HP4 倍なんだよね。で、回復補正がないんで、このシールフ、学園シールフのこの HP40% ループで、なんか、ごまかそうかなと思います。まあ、強化も来たしね。で、ジョーゴ、こいつが、ダメージ無効を早く打てるやつ、なんかボックスにいるかなと思ったら、こいつぐらいしか非属性でいなかったんで、まあ、こいつでいいかな、みたいな。まあ、呪術回戦もね、もうすぐアニメ始まるから、ワンチャンコラボ来るから、こいつの強化来るかな、みたいな感じで。じゃあ、今回これで4次元いこうかなと思います。表の4次元だね。もう勝てる気がしないんで、だって僕ね、未だに4次元に勝ったことすらないからね。で、うちのパーティーがあんま火力出ないんで、あれもきついねっていう話でこんな感じのパーティーになってます。さあ、行こうか、これさ。まあ、これ減らされるのは全然いい。で、OK、リーダーチェーンもちゃんとつけてる。ブラックナイト。こいつがさ、変身前、覚醒を1個も持ってないっていうね、マジ、うんこみたいな性能してるんですよ。で、変身して、で、ルフィ、ガムゴムのキングコブラで、使う。踊りたくてうつうつしてるな。イエス。で、なんか変なの溜まっちゃうんで、こいつも使っちゃおうか。よし。で、使う。オッケーで、こいつ変身させます。こいつさ、変身前はさ、ボイスないのに、変身後にボイスつくみたいなね。なんでそんな天の弱体制なのか、ちょっといまいちよくわかんないんだけど、まあ、今回使っていくと。さあ、この火力を見ててください、皆さん。これ、超重力なんてね、普通ないんだから。最近超重力当たり前みたいになってきてるけど、そんなのは良くない。これで見ててください、火力を。まあ、ちょっと、減らされてるんで、実質超重力みたいなね。そんな感じのところあるんですけど、これで火力がどれぐらい出るかですよね。シールフをご覧ください。まあ、カーストはギリギリしてると。まあ、いい感じだね。さあ、めっちゃ弱いです。めちゃくそに弱い。こんな弱いパーティーがかつてあったでしょうか？いや、ない。さあ。これ、デバフがガチきついで、火がなくなりました。マジで終わってる。ルイ使います。ガムガムのキングコブラ火が1個足りないです。これ、火のね、落ち込んが来なかったらね、負けるっていう、もうなんか、うひょうひょうのね、楽しい感じになってきてるんですけど。まあ、じゃあ、これどうしたらいいんでしょうか？本当に、負けるくね？なんか、あ、4次元なんか適当に割と計算はね、ギミックの計算だけはしてきたんで、まあ、火落ちやすいゾーンあるんで、多分火落ちてくると思います、これ。なんでそこすれ違い通信してんだよ。それちゃんとぐらい落ちろよ。耐えないこれ。いや、耐えれるわけがなくない。いや、耐えれるわ。え強っ。来ましたね、これシールフがね、40% これいけます。盛り上がってこうぜ。イエス。で、これで、全体攻撃も入れよっかな。ワンチャン全体攻撃。オッケー。じゃあ、こう組んで、こうしよっかな。オッケー。
で、なんか全体攻撃2個入れちゃったけど、まあね、そんなに2個入れたい時もあると。で、こんなんで、さあ、いや、こんなんで、いや、さあ、もう、こんなんで、もうめっちゃ買えんじゃねえか。さあ、これで、全体攻撃入れつつ、次からね、デバフなくなるんで、で、こいつシールがね、HP40% 回復ループをしてくれるんで、もう HP の不安もないよと、もう全然削れないよと、ただ次からの火力を皆さんご覧ください。もうマジ強いことになるから、本当にバチクソに強いことになるんで、皆さん期待しててください。さあ、こいつが、死んでるんだけど、やっぱりね、あんまり調子に乗るのは良くないと思う。あの後にね、もう3、4回やったけど、もう全部ね、デバフ返せなくて火力で負けたんで、もうこのパーティーがね、もうダメだということで、もう普通にギャザーコラボコロシアム行くわ。もう今日ね、全然いいことがない。もう本当に、もう今日のさ、僕の運勢の、運勢の悪ささ、ちょっとみんなに聞いてほしいよ、本当に。一回これ使うわ。オッケー、これ今回キラーつけてきました。アテンでね、ドラゴンキラーと悪魔キラー。今回ドラゴンと悪魔が結構いるんで、さあ使って。ちょ、これ使ったら話すわ、何があったか。オッケー。で、使う。踊りたくてうつうつするな。で、使う。よし、で、使う。オッケー、じゃあこれも使おっかな。使います。よし、回復力半減しちゃうんだけど、ここから行こうかなと思います。オッケー。今日さ、マジ、何があったか話していこう。マジ、運が悪いとかさ、もうそういう次元ではない。もう今日なんかダメな日なの、僕今日。もう全てがダメな日。いつもダメな日だよ、だってね。本当に、黙ってください、本当に。いや、なんかさ、今日まずさ、歩いてたの、街を繰り広げてね。もうなんかもう肩から、もう風を切るように。俺がこの世界の主人公だなんだみたいなね、歩き方してたんですけど、まあそんな歩き方してたら気持ち悪すぎるんだけど、歩いてたのよ普通に。そしてなんかね、ちょっとお腹きついなみたいな、なんかあるじゃないですか、なんかズボンがさ、なんか変に食い込んでなんか痛えみたいな。でちょっとね、ベルトをさ、緩ますっていうか、ベルトちょっと触ったの。そしたらさ、いやベルト壊れたんだけど、まずね、いや、なんでベルトか、なんか金具がさ、なんかバキーンみたいな、で、なんかプラスチック製みたいなやつなんだけど、金具の部分がもう、プラスチック、破壊されたわ。なんか、へし折れてた。必死に直そうとね、頑張ったんだけど、へし折れてるから。盛り上がってこうぜ。盛り上がれるか。へし折れてて、1ミリも改善の方向に向かわないっていうね。でもビビったよね。なんでこんなんで壊れたんだろうって思って。なんかまあ結構ね、長い間使ってるんですかみたいな感じだと思うんですけど、そんなこともなくて、なんかどれぐらい使ってるかっていうと、まあ2年も使ってない。いや2年使ってんじゃんと思うかもしれないけど、いやベルトの2年は全然だろ。ベルト2年しか使ってないんだぞこっち。全然使ってねえわ、2年だったら。あ、なんかこれ溜まってるわ。いつからだって教えてよ、早く。ハイビスカス使います。オッケー、なんかロック状態で落ちてきやすくなるみたいなね。なんかわけのわかんない状態になりましたけど。でね、これがまず1個目で、ね。1個目です、これ。もうぶち壊れたのがね。で、2個目。ね。あ、ちょっと待って、パズル組む。2個目がですね、なんかね、僕漫画の悠々白書ってわかります？浦飯祐介みたいな、まあ知らない人、まあいるかもしれないけど、まあそんなに関係ないんでいいんだけど、なにー、あぶね、闇、あーこいつが闇なのか。いやバカタレ、これ闇含まないで、じゃあ組むわ。こっちか、こっちで組んで、ちょっと待って、これ集中するわ、集中モード入ります。まあ、なんか火温存にするかっていう言い訳してきます。で、これ闇待ちになってるけど、そう来ないでね、マジで振りじゃないよ。オッケー、あぶね。で、そう、悠々白書のなんかアクリルカードっていうね、中に何が入ってんのか分かんないみたいな、ランダムで9種類あって、で僕それの主人公が欲しかったの。主人公浦飯祐介って言うんだけど、浦飯祐介のそれが欲しかったのね、アクリルカードが。で、他にもまあ欲しいやつもあったんだけど、これだけは出ないで欲しいってやつが2種類あって、
まあ、みんなに分かりやすく言うんだけど、あの黄色のやつと黒のやつがあったのね、色だけで言ったら。で、なんかやばい、分割できてないけど、で1個だけ買おうと思って、運試しで、まあ、あんまりそんな無駄、あの無駄金じゃないや、あの無駄使いしたくねえなみたいな感じだったんで、1個しか買わなかったのね。で、黄色と黒がいらなくて、主人公が緑なんだけど、緑来い、緑かお願いしますって、開けたら黄色出たぞ。おーい、黄色出たんだけど。で、ベルトもぶっ壊れてるから、もうその時すでにもうなんかもうぐわーみたいになって、もうき切れ切れまくり、もう許せねえみたいになって、あ、これ使わして、で、これシールが若干引っかかるかなと思って、で、これで突破するね。で、こいつが、あー、これキラー刺さんねえな、まあ、いっか。で、いや、マジビビンじゃん、そんなの。いや、もうビビン丼だよ、もう松屋に来たのかと思ったわ。で、ビビって、いや、これ今日運やばいぞみたいな感じを思って、でもどうしても主人公の緑のやつ欲しかったの、浦飯ゆうすけが。で、もう一回買ったの。そしたら、あんまりなんか集合写真みたいなやつが出て、あ、こっちじゃねえなみたいな。それもいいんだけど、イラスト的にはね、すごいいいカードでは、アクリルカードであるんだけど、これじゃねえなみたいな。盛り上がってこうぜ。で、もう一回買ったの。もうね、もうこの時点で沼ってんだけど、僕。もう本当に僕、一回無理だったら、なんか何回でも買っちゃうみたいなね、そういう絶対パチンコやらない人ランキング第1位みたいなことなんですけど、もう当たるまで引いちゃうみたいな感じになっちゃうんですけど、なんか、ムキになってね。で、やったら、黒出た。だから、いらねえだって、黒いらないっつったよな。いらないのが2種類、9種類あるうちの2種類。で、在庫5個しかなかったの。そのうち見つかって、2個いらないやつ。もう切れそう、もう切れたわ。で、4つ目買ったの。もう4つ目買って、で、そしたら緑出て、主人公出たの、浦飯ゆうすけ。で、やったーみたいな、めっちゃ嬉しくて、もう、それ、運いいんじゃねみたいな感じ思うかもしれないんだけど、で、まあ、最後まで聞いてほしい。で、当たって、で、僕、もう一個欲しいのあったのね。別のバージョンの集合写真。なんか、可愛いやつ。で、その、可愛いやつが欲しくて、もう一回、買ったの。そしたら、また、僕が欲しかった緑色の主人公、浦飯ゆうすけが出たの。これ、どういうことかわかる？みんな。これね、ちょっとパッと聞いただけじゃ多分分かんないと思うんだけど、まあ、分かる人は分かるかもしれないけど、さ、待ってよ、僕在庫5つあるうち、待ってね、在庫5つあって、その中で2種類欲しいのがあったのね。で、なんかこれ経験貼れてる？貼れてるよね。あ、びっくりした。で、あぶねー。で、そう、5個あって、で、僕が欲しかった、その、浦飯ゆうすけ、主人公が、5個あるうちの、2個、ちゃんと、お店にあったってことなのよ。9種類だからさ、全種類さ、お店にあるとは限んないじゃん。だけど、店にあったんだよ。なのに、5個あるうちの2個僕の欲しいやつだったのに、最後と最後の1個手前、ケツから2個で出たの。全部買ってやっと出たの。いや、おかしいだろ。普通さ、別にさ、5個あるうちの、言ったらさ、5分の2で当たりだったわけだよ。の、5分の2の当たりを、最後と最後の1個手前で引き当てたんだよ。もうこれ、どんだけ運悪いかわかる？もう意味わかんないよね。一番運悪いのはもうそもそもお店にないってことなんだよ。それはわかってんだけど。そのさ、一回買っただけで出た確率もさ、あったじゃん、普通に。ほぼ2分の1じゃん、5分の2なんて。これ3回ぐらい買ったらさ、1個出るぐらいの計算ならない。2個買ってもいいけどさ。なのにさ、出なかったんです。これどんだけ辛いかわかる？もうびっくり。で、もう1個ある。まだあんだよ。で、その後さ、僕今日ツイッターでつぶやいたんだけど、充電がマジでなかったのね、今日。気づいたら充電 4% しかなくて、
あの、急いで、あの、お店でね、充電器買ったの、iPhone のね。で、あの、充電してたのね。で、そしたら、待って待って、いいよ。待って、強くないか？え、待って、負けるかも。待って、これワンチャン負けます。これ、え、使うわ、エースじゃねえ。なんでこれ使ったかっていうと、9コンボ以上で 70% 軽減を張りたかったからです。確実に。このトゲをあんま触れないでね。よし、これでいっか。よし。これで半分いってほしい。で、生き残ってほしい、ちゃんと。これマジ頼む。これガチ生き残ってほしい。もう今年の運全部使ってもいい。お願い！マジ耐えて、これ。あぶねー！よし、で、シルフ。盛り上がってこうぜ。盛り上がってまいりました。で、使う。領域展開、外観鉄地戦。で、エースも使います。よし、これ勝っただろ。これ確実に勝ちました。で、あのね、充電してたの。充電、全然なかったからさ。やべ、これマジやばい。もう話してる余裕ない。危ねえ。あ、これ一個ヒュイってやったらキュイってなってキー落としてたけど、いや、これ頼む、倒して、これお願い。いい、落ち込む。いや、これいけ。いいです。よっしゃ。これまだちょっとトークが足りないんだけど、倒したわ。でも、うわ、めっちゃうめえ報酬。ちょっともう一周行くわこれはい。でね、ちょっと今ダンジョン潜入したんだけど、で、あの、充電が、あの、4% しかなかったのね。ちょっとどこまで話したか分かんないから最初から言うんだけど、充電が 4% しかなかったので、充電 4% ってやばいじゃん。僕、あの、今から YouTube アップロードしよっかなーって思ったら 4% しかなかったの。今日の今日っていうか昨日になってると思うけど、ジョイラの動画ね、松田の動画なんだけど、いや、やばい！これ、充電ない！やばいじゃんこれ、どうすんのさーと思って、で、充電器買って充電してたの。で、やばいやばいやばい。ちょっとトークがね、パズルしながらトークするの、ちょっと頭がなんか二重使ってわけわかんないことになるんだけど。で、これでいいか。OK。で、充電器刺してたのね。で、YouTube アップロードしようと思って、もう充電刺したから OK と思って、充電しながらね、アップロードしてて 4% で。で、最初アップロードしてて 6% まで上がったのね。あー、ちゃんと充電できてるできてるみたいな感じ思って、放置してたの、YouTube アップロードしてて、ちょっと放置して他のことしてたのね。そしたら充電 4% に減ってて、聞こえた？充電 4% に減ってたのね。で、あれ追いついてなくねって思ったのね。使います。ゴムゴムのキングコブラ。そう、充電がね、追いついてないのよ。だから時代についていけてないみたいなね。そう、おじいちゃんみたいな、最近のジェネレーションギャップやばすぎみたいなね、そのおじいちゃんみたいなことになってたの今日。で、充電できないんだけどと思って、これやばいわと思って、でもアップロードはできたのね。 YouTube はギリギリ 4% になって、 6% から 4% になって、なんで充電したのに減ってるみたいな状況なんだけど、でさ、アップロードはできたので、よしよし、とりあえずセーフと思って、で、これちょっと充電やばいから、ちょっと携帯を使わないで放置しておこうと思って、で、1時間放置してたのね。で、もう充電できてるかなーと思って、結構もう 40% ぐらいいってんじゃねえかと思って、充電器抜いて、残高じゃねえや、充電残んどれぐらい充電残ってるかね、見たの。そしたらさ、4% から充電したのに、9% で、いや、なんで？なんで？なんで？充電さ、4% から、刺して、で、1時間放置して 5% って何？いや、貧弱すぎるだろ。自家発電、もう自家発電してるよね絶対に。え、びっくりしたわ。なんでこんなないと思って、充電もう、なんで？え、なんで？ってなってさ、これ使うわ。ちょっと領域展開、外観鉄地線。そうで、そしたら、まあ不良品だったんだよね。まあ、まあ、当たり前だけど、不良品を買いました。もうさあ、もうパズルもうんこみたいになってるし、でも10個までいったから OK。 まずさ、これさ、どうせ手に取ってくれるわけ、これ。
やビビるわ、あんな全然充電できてないんだもん。だって充電できてないとかもうそんな話じゃないよね、もはや。もう何これみたいな、もうそんな話です。もう頭おかしくなりそうだったもう。でなんか今日ね、ゲームのガチャでね、僕欲しい欲しいっつって、ドッカンバトルっていうドラゴンボールのねスマホアプリで僕が欲しかった魔人ブー当てれたのよ。だからもしかしたらね、それで全部欲しいガチャキャラが当たったから、全部の運吸われたんじゃないか説。いやだとしてもさ、よくねえだろ。だってこっちさ、もうベルトがぶっ壊れてるわけよ。ベルトがぶっ壊れてることもさ、あれのことよくわかる。もう常にさ、もうパンツずれんの。いやパンツもう、ね、パンツがいつも隣にいるみたいな状況になってるわけ。もうずれまくり、もうはずいわ。あんなにパンツになりそうになったら、どんだけ僕ずれるのさ、ズボンが何回上に引き上げたと思う。その引き上げた数だけは僕心泣いてるからね。いやもうそれぐらい辛かったわマジで。で次がオッケー、カーンね。これ前回こいつでこのパーティーで行ってマジ勝ってたんだけど、ギリギリマジなんであんな弱かったんだろうね。さあ盛り上がってこうぜ。盛り上がっていただいて、でね、このめちゃめちゃね、素晴らしいことにこのダンジョンですね、今回リーダーで使ってる、ちょっと名前忘れたんだけど、このゴブリンのボスみたいなやつ、このゴブリンのボスなんだっけ名前、スクイ、スクイのさ、このせっかくいいねお邪魔じゃねえや、毒雲暗闇、これ全部やってきません。このコロシアム、これなんでコロシアム行ってる、これなんか全部さ引っかかってくるさ、4次元が一番いいなと思ってさわざわざ行ったのにさ、なんか負けたからよ。なんかい、初手負けたって何、あれ削れないことある。デバフ食らったとはいえど、あんなに削れないとかもう聞いてないんだけども、おじいちゃんにも聞いたことなかったあれは。で使おっかな、どうしよっかな。これロザに使います。オッケー、でこれで突破しましょう。オッケー、もうさ、もう喉もきつい、もう喉もきついです。もう喋りすぎて、もうマジ今日ブチ切れてるからね、ずっとこんなに許せなかったことはないね。もう一日でこんな辛いことが連鎖するなんてさ、そう人生ないよね。まあまああるけど、あるんだけどないよね。もうビビるわ、もうあんなに辛かったら。オッケー使って、でこれ激キツだな。これ激キツです。ちなみにここにやってこうだな。オッケー、さあ一回もあれに触れないで組みました。これ火落としになってます、そこ。あーこいつなんでこんな硬いのかと思ったら、これ批判権やってんのか。お前火のくせに批判権してんじゃねえぞ。仲間の攻撃ぐらい受け入れんかい。大きな心で迎えてくれや。そんなな、なんか懐太そうな感じの見た目しときながら、強すぎんだろ、強すぎるわ。でこれはロザリーマス、ロザリーマス、イエス。でうわどうしよっかな、これこれなるべくあれ消したいんだよね。ここにこうやってこうか、一回触れちゃうけど、これでさあ、これでまあ半分は、いや半分いくか、これワンチャン半分いけます。うわ行かないと危ない。でも光吸収はマジできついんですけども、あと一旦足りねえんだよな。いつもあとちょっとのところで何も足りない、そんな人生。いやこれきつい、この土下ドロップ。ゴムゴムのキングコブラ、これマジトゲドロップがきつすぎるんですけども、なんでこんなトゲをさやるわけ。トゲドロップ好きなやついねえだろ。痛い、マジ痛すぎるんだけど。てかこれ何このうんこコンボ。いや回復でっけえ、あぶねえ。いやこれさ光組んでないから半分はいく。でこれ耐えろ、マジ頼む耐えて。次の3本もうそんなものはいい、耐えろ、死んだー。